はい、皆様こんにちは。お疲れ様です。タラニーのバイク主チャンネルの時間です。今年のお盆は台風が連続発生で東北方面など天候が不安定な大型連休となっていますけども、先日私はですね、富士山のふもとの静岡県の朝霧の方で毎年恒例のキャンプをしてきました。地震とかのね影響もあるので、今年は結構キャンセルが相次いだのか、比較的ねキャンプサイトの予約もしやすいような状況だったです。さて今回のバイクニュースになりますけども、こちらですね、ニューモデル発表、川崎モーターサイクルジャパンの方ですけども、新しく発表されています2025年モデルのうち、今回はこちら忍者 ZX10R KRT エディション、忍者 ZX10R、 こちらの2つのモデルの紹介となります。もう少しでね規制がまた強くなってしまうユーロ5プラススーパーバイクの車両、こちらの方がねどう対応していくのか、ちょっとね先々が雲行きが怪しくなってきているこのカテゴリーとなりますけども、現在ねこちらの各メーカー市販車のスーパーバイク、こちらで戦っているレースの最高峰ワールドスーパーバイクですね、こちらも2027年ぐらいにはまたレギュレーションが変更されて排気量なども変わるかもしれないという噂が立っておりますので、忍者 ZX10R、 ホンダのね CBR1000、 RRR、 まあドカティのパニガーレ V4、 ここら辺のね車両とかも含めていくと、こちらのねワールドスーパーバイクレースで勝つために参戦して開発をしている車両になりますので、この辺りのスーパーバイクの先行きはどうなっていってしまうのか、非常に興味深いところではあります。そして川崎の方がですね発表しました2025年モデルの ZX10R になりますけども、基本的にカラーリングだけの変更となります。ただし価格は前年と比べてやはり値上げが入っておりますので、2025年モデル、日本国内モデルの ZX10R の詳細をご案内していこうと思いますので、最後までよろしくお願いいたします。それでは行ってみましょう。こちらがですね2025年モデルの忍者 ZX10R、 こちらの川崎モータースジャパンのホームページとなります。エアロダイナミクスとかですね、ここら辺は大きく変わったりもしていますけども、基本的な中身あたりに関しましてはもう結構長いスパン販売をしていて、フルモデルチェンジっていうのはね全然話が出てこない ZX10R になりますけども、概要としてはですね、ワールドスーパーバイクに参戦をしている車両ということで、まあ、ライバルに打ち勝つことだけが勝利ではありません。自分自身と向き合い、過去の自分の走りと競い、それを超えるのもまた勝利、その試練に立ち向かう真のチャンピオンにふさわしいマシンが ZX10R です。このモデルは一体型ウィングレットを取り入れたエアロダイナミクスデザインを採用するなど、スーパーバイク選手権を戦う川崎のファクトリーチームがレースの最前線で得たノウハウに基づき各部をアップデート、さらには小型で軽量な LED ヘッドライトや TFT カラー液晶メーター、スマートフォン接続機能などストリートモデルとしての利便性も高めています。ただ実際にはですね、今年2024シーズンのワールドスーパーバイクレースですね、まあ、こちらはですね昨年のヤマハから BMW に移籍したトプラクラズガット・リオルグ選手ですね、今は無双状態ということで、それと対照的にこちらの川崎の以前まで絶対的エースライダーだったジョナサン・レイ、こちらがヤマハに移籍をしたのもあるんですけども、まだこの川崎のホームページではですね、このジョナサン・レイの画像が使われているというのも見ての通りですね、今年は川崎のワールドスーパーバイク KRT 参戦はしていますけども、開幕戦などの、ね、勝利はありましたけども、その後はやっぱりちょっとこうパッとしない成績が続いてしまっていて、まあ、KRT 自体もね今年でその名前はなくなり、まあ、来年からはですねチーム自体がビモーターをメインとしたビモーターバイ川崎レーシングチーム、こちらの方にね移動して来シーズンはワールドスーパーバイクを戦っていく、要は川崎でのファクトリーチームっていうのがねなくなってしまうということなので、まあ、そこら辺もね含めて、まあスーパーバイク、まあ、先々もね含めてここら辺のリッター 1000cc あたりのクラスのねスーパーバイクシリーズ、非常に厳しい未来がねちょっとこう見えているカテゴリーになるのかなっていうところになると思います。それでは2025年モデルの忍者 ZX10R のラインナップになります。こちら今回ですね2つあるんですけども、基本的に中身は2台とも同じです。そしてそのスペックも昨年モデルと変わらないので、基本的には色替えだけの変更となっております。まずはこちらですね、忍者 ZX10R KRT エディション、こちらもね新しい KRT カラーになったということで、まあ、おそらくはこれが最後の KRT エディションという名前になるのかなっていう形になると思います。車両の装備内容ですけども、川崎レーシングチーム KRT 専用のカラーグラフィック、一体型ウィングレットエアロダイナミクススタイリング、川崎コーナリングマネジメントファクションKCMF っていうのですね、そしてスポーツ川崎トラクションコントロール SKTRC、 川崎ローンチコントロールモード KLCM、
川崎インテリジェントアンチロックブレーキシステム KIBS、 川崎クイックシフター KQS、 インテグレーテッドライディングモード、エレクトロニッククルーズコントロール DFT カラー液晶インストルメント、スマートフォン接続機能ということで、川崎のレーシングバイクですね、こちらスーパーバイク系シリーズの川崎の日本でのフラッグシップモデルということで、こちらですね、数々の電子制御は最新のものがてんこ盛りに装備されていまして、ツーリングマシンとしても優秀な形で、こちらのクルーズコントロールや TFT 液晶カラーではスマートフォンの接続機能など一通りレースの方でもツーリングの方でも快適な装備というのが備わっております。パワーユニットに関しましては、これまでと変わらず、水冷4ストローク並列4気筒 998cc、 こちらで203馬力を 13,200 回転で発生、ラムエア加圧時には213馬力の最高出力を発揮します。最大トルクは115ニュートンメートルを 11,400 回転で発生、シート高は 835mm で、車両重量は 204kg、 燃料タンクは17リットルとなっております。カラーリングはライムグリーンとエボニーということになりまして、昨年モデルの Ninja ZX10R KRT エディションもライムグリーンエボニーという名前になっておりますけども、カラーリングとデカールが変更されておりまして、昨年のモデルはですね、ライムグリーンに真ん中のサイドカールあたりがね、ブラックのカラーリングだったんですけども、今回はホワイトが入っている、ワールドスーパーバイク、こちらとかね、あとは今年の鈴鹿8体でのカラーリング、川崎プラザレーシングチームなどのカラーリングに近いですね。こんな形のカラーリングとなっております。そして販売価格ですけども、2025年モデルの ZX10R KRT エディションの価格は240万9000円の価格となっております。発売予定日は2024年9月1日となっています。昨年2024年モデルの KRT エディション、こちらは236万5000円となりますので、今年に入りまして4万4000円の値上げとなっております。そしてもう一つですね、こちらが通常モデル、忍者の ZX10R となります。スタンダードモデルといいましても KRT エディションとはね、カラーリングが違うだけのモデルとなりますので、基本的には装備内容など全く共通のモデルとなっております。こちらのカラーリング新色となりますけども、メタリックフラットスパークブラックとエボニー、こちらの組み合わせとなります。こちらで見てもらうと分かる通りですね、本当に漆黒のブラックといいますかね、よくあるレース専用モデル、ナンバーが取れないね、 ZX10R とか CBR1000RR とか、そういったレースベースモデルっていうのがね、日本のねメーカーさんとか設定されてるのがあるんですけども、それと同じような形で本当の漆黒のブラックですね。余計な差し色などほとんどない、こちらのもう真っ黒なモデルが今年の2025年モデル ZX10R のスタンダードカラーとなっております。こちらの販売価格も240万9000円ということで、 KRT エディションと同じく4万4000円の値上がりとなっております。そしてホームページにはもう一つですね、昨年忍者誕生40周年を記念しました、こちら忍者 ZX10R 40周年アニバーサリーエディション、こちらがまだねホームページには載っております。車両の販売価格はこちらは239万8000円となりますね。これもカラーリングがですね、昨年から引き続きという形になるというか、多分在庫限りでの販売となると思いますけども、以前ね紹介してます忍者 ZX4RR、 こちらなどとね同じような形で、こちらの40周年のね記念カラーですね、ほとんど残っているプラザさんないと思うんですけども、こちらがですねまだ欲しいという方、お店残っていればね、購入ができるのかなというので、まだ掲載されているカラーリングになると思います。今となってはもうこの2025年モデルのね ZX10R シリーズともう価格は全くほとんど変わらないくらいな金額になったっていうような感じですね。そして海外の方ではですね、2025年モデルとして販売されています忍者 ZX10R の、さらにトップエンドモデルの方ですね、これがワールドスーパーバイクに参戦しているベース車両というような形になるんですけども、忍者の ZX10RR、 こちらのモデルは現在日本では販売しておらず、海外でのみの販売となっておりますけども、今年2025年でもこちらは日本ではラインナップされていないという形になっております。というわけで、今回ご案内した川崎のニューモデル、日本国内仕様の2025年モデルの ZX10R、 こちらのご紹介となりました。現在ですね、一昔前とね比べると、やはり販売台数はね着実にちょっとこう伸びが鈍ってきている国産の 1000cc リッタースーパーバイク系のカテゴリーとなりますけども、今回2025年モデルということでは、カラーリング変更のみ
ただ値段的には為替の関係もあるのか 4万4000円の値上がりとなりました。その他のモデルと比べると入荷台数は結構限られるモデルとなっておりますので、全国の川崎プラザでの取り扱いの、ね、車両となりますので、こちらは来月の2024年9月1日から全国の川崎プラザで発売となりますので、欲しい方はですねすぐにお問い合わせをして車両の確保ができるようにお近くの川崎プラザさんでお問い合わせいただければと思います。現状ですね、MotoGP には川崎が参戦しておりませんし、ワールドスーパーバイクでは川崎レーシングチーム KRT が今年で最後の参戦シーズンという形になっておりますので、国産スーパーバイクの一角として、まあ、もっと大きいテコ入れをしてほしいというところですけども、ちょっとやっぱり今はね先行きが不安な時代となっているっていうような形になりますね。ただ現状で言えばね、しっかり新車の方で購入ができてナンバーが取れるスーパーバイク、こちらというのはね数がかなり少ないモデルとなっておりますので、ぜひとも欲しい方は購入をして予約できましたらぜひコメントなどで教えてください。それでは今回の動画は以上となります。最後までご視聴いただきありがとうございました。このようなバイクの最新情報を発信しておりますので、よろしければチャンネル登録、高評価、いいね、コメントなどよろしくお願いいたします。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。じゃあの